軽く塩両面ね。巻きすぎをして、さらしを敷いて、これね、ちょっとしたここら辺に親指を入れて、ここだけをこうちぎる、ちょっとえぐいけど、ここだ下だけをちぎった状態で、そのまんま頭をこうすると、これが全部いけてしまう。こんな感じ。それかもうあの竹串とかでこっちからこう取るやり方もあります。今回はこれで、この根元のところで、この根元のところを上だけはつけた状態で、これだけ外してやる。あ、ちょっと失敗したけど、そしたらこれでつながるから、ゆっくり引いてやったら、こういう。そしたらもう、こっちにも傷が入んないから。ちょっとえぐいけど。生きてるやつじゃないとならんことはないけど、竹串を刺すときなんやけど、寿司用の指で使うときはこの背わたのところに通してる。あ、だけど今回はこの色を生かしたいから、できるだけ外側、こっち の、 あの足の方に、これでまっすぐ、こっち側に寄せてからまっすぐしてる。まあこれもなんでかって後でまた。エビとかカニとかはアクが強いけど、中途半端に火を入れたらアクが回って真っ黒くなってしまう。で次、銀杏はいつもと一緒ね。バリコンとか。根元が白いね。本当はね。本当はっていうか。だけどちょっと上の方がいい。上に行けば行くほど青みは強くなる。緑色がね。使うのはこっち。
尻尾をちょっと入れてやって、うん、落とす。銀杏の質にもよるんやもん。でエビは完全にもう冷やしてしまって抜いてやるじゃん。抜いたらとね、親指でここから取ってる。ここに親指をグッて入れた状態で下に引く。そして第一関節を取ってやったらそのまんまこれが。抜いてやって、綺麗に取ってもいいんやけど、ここね、第一関節のところから親指削り取る。こう指で削り取って、払って抜ける。これはいい。もったいないけど、ここは切ってやる。で、2個ずつ切る。ね、こう赤白赤白でちょっと2個ずつ。これを使う。ちょっと軽く上から水もする水もするだけを。立つぐらい。これだけで。で、このくらいだったらね、大体でいいよ。大体なんやけど。これかな。うん、で、これを。油虫のギンアンっていうのを味付けるときに、まあ、油を飛ばせるギンアンっていうのは、ような形になって柔らかく
あ、でも。これでほとんど火が入ってる。できるだけたっぷり乗っけて、丸っこく中に。エビはちょっと火が甘かったけん、あれが出ようで。エビも入れとって、アクが回ってくる。ただけど、これが美味しいの。生だけそのまんま垂らして